南座大学行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、空所補充問題がですね、15問と。ただこれちょっと全部やってしまうとですね、視聴時間がもうかなり長いことになってしまいますので、皆さん前半の8問ですね、これを皆さん頑張っていきたいと思います。で、皆さんパターンは2パターンでございます。知識を問う問題と内容を把握して解く問題ということでよろしいかと思います。で、皆さん知識問題っていうのはその空所の前後と選択肢を見たらすぐわかるんですけども、単語力、熟語力、そして文法の力ですね、それを皆さん単純に聞いてるだけでございます。で、もちろんそれ以外は内容把握問題となりますので、もちろんそれは空所の前後の意味内容をしっかり取っていただいて、そして各選択肢と見比べて、これですよね、言い換えを成立させるというところで皆さんよろしかったかと思います。ですからこういう感じで皆さん言ってみたいと思いますので頑張りましょう。さあ皆さん、設問の指示はこんな感じです。さあ皆さん、第一段落でございます。一読をした後、まず空欄28番ですね、考え始めていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これはこの辺ですね、残があるのが最大のヒントですよね。で、もちろん残があるということは、その左側に比較級とかアザーとかあれですよね。それがなければ成立させることはできなかったはずですね。ですから正解は B のラザーですよね。皆さん、ラザー A 残 B、 B というよりもむしろ A ということでよろしいかと思います。で、皆さん続いて空欄29番お願いします。で、皆さん、空所の右側にハッピーという形容詞の原型が来ておりますね。そこから削れる選択肢が2つありますよね。で、もちろんそれはイーブンとエバーですよね。で、皆さん思い出していただきたいんですが、イーブンの場合は比較級を強調しましたね。で、エバーは最上級を強調したはずです。ですが今回はハッピー減給でございますので、まずは2つ削りますね。で、あとは皆さん、クワイとかスティルかということですが、皆さん、このノットがポイントですよね。で、皆さん、これもちょっと思い出していただきたいんですが、皆さん、 B のクワイとは、まあ、例えばクワイとウェルとかクワイとグッドということで、肯定的な表現につながるんですね。ですから否定語を強調するわけではないので、選択肢の B はダメそうですね。ですから正解は D ですよね。これであれば空所29番の左側ですよね。我々よりも稼ぎが多い運動選手とか映画の俳優さんの話が書いております。で、その人たちが幸せかと思ったら、スティルノットハッピーということで、いやいや、まだまだ依然として幸せとは言えないんですよ、ということで、意味内容的にも文法的にもバッチリです。さあ、皆さん、続いて空欄30番、お願いします。で、皆さん、これは空所の左側、まあ多分この辺ですよね。まあ、必要最低限の十分なお金を持っていない。そして、ストレス。との関係性を考えていただけるといけそうですね。もちろんお金があまり十分じゃないことが原因で、その結果ストレスにつながるんですね。ですからそういう因果関係を示す表現は A の causes ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、最終段落でございます。さあ皆さん、まずは空欄31番お願いします。で、皆さん、空31番ですが、なんかこの辺りをヒントにしてませんかね。つまり、アナザースタディということですよね。もう一つの研究。で、もう一つのと言われているということは、皆さん、その手前に研究があるからですよね。ですから、ここに研究があるから、アナザーと言えるわけですから、選択肢の中から研究を選んでいただけるとよろしいかと思います。ですから正解は B ですよね。皆さん、リサーチ、研究ということでよろしいかと思います。で、もちろん A のインベスティゲーションは調査。C はプレゼンテーション。D は情報ですよね。
サメさん続いて空欄32番お願いします。デビさん、空所の左側細菌の研究と空所の右側もう一つの研究、その結果がディファレント、違ったものと書いてますよね。ですから違うわけですから、こういう矢印の向きを示す表現が入りそうですね。ですから正解は A ですよね。インコントラスト、対照的にということで、前後は違う内容が来るんですよね。さあ続いて33番お願いします。デビさん、これはノットウニャウニャテンテンテンで、あの有名な表現ですよね。でもなおかつインクリースとリデュースですから反対ですよね。ですから正解は A のバットでよろしいかと思います。サミさん、続いて空欄34番お願いします。でもちろん各選択肢入れてですね、意味内容を考えていただいてもよろしいかと思いますが、例えば皆さん A のセレクションズですけども、そもそも動詞はセレクトですよね。つまりうにゃうにゃを選ぶと、でそれが名詞になっただけでございますので、だからもし A のセレクションズをこれに入れるとですね、後ろにお何を選んだのかという表現が必要ですよね。で皆さん、それがあるかというと、皆さん右が For dealing with hard times ということで、厳しい状況、厳しい時代に対応する、対処するためのうにゃうにゃということでございますので、おーに当たる部分がないんですよね。ですから同じようなことが C のニーズにも言えるんですね。別にニードももともと他動詞で、うにゃうにゃおー必要とするということでございます。セレクションもうにゃうにゃおー選ぶ、他動詞から来てるんですね。ですから D のディシジョンズも決定ということですが、そもそもディサイドですよね。うにゃうにゃおー決めるということで、皆さん他動詞から来ている名詞でございますので、後ろに目的語に相当する語句ですよね。うにゃうにゃおーということです。でそれがあればいいんですが、今回やはりないのでダメそうですね。ですから正解は B のオプションズ、選択肢ということでよろしいかと思います。でもちろん意味内容的にもバッチリですね。つまり having money、 お金を持っているということは人々に提供してくれます。それは多くの選択肢を提供するんですね。でそれはもちろん厳しい状況に対処するための選択肢を提供しますということで、意味内容上もバッチリです。さあ最後、皆さん空欄35番お願いします。まず空所の右側のオーバーとつながらなさそうな選択肢がありますよね。もちろんそれはインフルエンスですよね。皆さんインフルエンスときたら後ろはオンでしたね。で、あと残りの選択肢は後ろにオーバーが取れたはずです。ただし皆さん、選択肢 A のアドバンテージですが、アドバンテージオーバーうにゃうにゃで、うにゃうにゃより有利な点でございます。で、いけそうかなと感じがするんですが、皆さんこれ後ろに残がありますからね。ですから、うにゃうにゃよりという発言は、表現はここにございますので、ですから、アドバンテージオーバーは×ということでよろしいかと思います。で、皆さん、次、コマンド、皆さん、意味大丈夫ですかね？もちろん、指揮するとか、統率するんですよね。ですから、その目的語は、人とか人の集団ですからね。ただ、皆さん、見ての通り、皆さん、日常生活でございますので、残念。ですから正解は C ですよね。コントロール、支配することでよろしいかと思います。ですから意味内容上的にも、皆さん裕福な人たちは日常生活をコントロール、支配できる感覚を持ってるということで問題ないかと思います。さあさあ、お疲れ様でございました。
だから今回の南山大学はですね、ちょっと次につながるんじゃないかなっていう情報が多い。そう感じましたので、ちょっとまとめてみました。ですから、ちょっと皆さんご覧になっていただいてですね、もし知らないところがあった場合は、この後お時間よろしければ、ぜひノートを取っていただいてですね。で、ノートを取った後はいつも通りこれでございます。こういう感じですよね。赤シートで隠して、スラスラ言えるというような感じで皆さん、情報を足していっていただけるとよろしいかと思います。で、このあたりは皆さん試験中にですね、よし、出た的中ということがよく起こるんじゃないかなという感じがしますので、頑張ってください。